ご乗車くださいまして誠にありがとうございます。これより皆様は日比谷公園中央にございます。一万山へご案内申し上げます。山頂へは4分で到着いたします。一万山は今からおよそ400年前、豊臣秀吉もおいで、後に秀吉の養子となり、若き関白の位に就きました豊臣秀次公が八幡城を築いたところでございます。しかし秀次公は太后秀吉もその子秀頼が生まれるにを呼んで、秀吉の家臣たちの策謀に遭い、ついには28歳の奥さんに高野山で自害を告げるという悲劇の生涯を閉じたのでございます。秀次公の母で太后秀吉の姉にあたる友の方は、愛知秀次と秀和の菩提を弔うため、仏門の亭主日州御光寺の時の帝御養生天皇の京都二百の地を賜り、瑞龍寺の次号と黒越の自覚をいただかれたのでございます。昭和37年、このお寺は秀次